ちょっとすごいですねこの規模感が。で東宝ってことをちょっと鮮明に。これがあの、おおすごいですね。これ東宝ですか？これは東宝です。あ、なるほど。でけえな。この辺でやります。マグカップ系ですね。この商品自体は同じものなんですよね。ちょっと、あ、それは何でしょうか。スティールケース？ちょっと開けるの？あ、みたいな感じですね。なるほど。おーすごいですね。ちょっとすいません、近寄らせてください。おーすごいですね。これ何ですかなんか膨らみそうな。何付きだと思います？あ、クッションですか。クッション、あ、クッションですね。なんですね。おー、ありがとうございます。はい、これの楽天で、天気のこう、天気のやつの方パッキングされてますね。ああ、なるほど。開けるのは開けます？開けてみますこれ。いいですか？開けてみるのは開けちゃいますけど。あんまりあれだったら。いや、やってみましょうか。はい。中身一応確認したい。はい。クリアホルダーと、多分あれですね、なんか傘のやつですね、傘カバーみたいな。それをパカッとこう開くみたいな。あ、アンブレラケース。なるほど。
なんだこれ、すごいオリジナリティあふれる、うん、あれですね。これ、あ、それもなんかあれですね。あ、写真立てみたいな、うん、豪華ですね。これが一つの、ありがとうございます。はい、大丈夫です。おお規格外の、おお、これクリアファイルと、おお、これがキャラファイングラフですね。まあちょっと開けない方です。開けられそう。おお、素晴らしい。おお、ちょっとあの、ちょっとこう上後ろから今光が反射してる。あ、いいですね。はい、うわ、素晴らしい。はい、かっこいい。うん、ありがとうございます。これいいっすね。これいいな、これが一番いいな言わない、言わないでくださいいろいろ比較するとしかしもう、もう買えません。そうなんですよ、はい、残念。ありがとうございます。これアクリルの、あ、これでセットしてスタンドして、これ立てて完成という感じですね。なるほど、わかりました。はい、ありがとうございます。これで多分全部